されたサマヨエル、オランダ人助曲は、パウルヒンデミットが作曲した、室内楽曲。現代は、冒頭の通り、オーバーチュアツームフリーガンデン、ホーレンダー、ビーシェンアイネシュレヒテカーカペレモルゲンズーム7 a エエムブルンネンフォムブロットシュピールトであり、日本語訳は役者によって多少異なる。1925年頃に作曲された。編成は、弦楽四重奏。演奏時間は、 約7分半。題名の通り、リヒャルトワーグナーのオペラ、さまよえる、オランダ人序曲をした時期とし、モーツァルトの音楽の冗談にさながらにグロテスクに変容させた楽曲である。ヒンデミットの作品群の中で異色を放っていると、共に原曲に親しんでいる人からは、ジョーク音楽として評価されている。 また、面白い題名を持つ曲としてもしばしば言及される。曲の終わり頃には、ワルトトイフェルの、スケーターズ・ワルツも引用されている。ヒンデミットの作品でこれと同様の思考を持つものに、弦楽四重奏曲の、ミニマックス軍楽隊のためのレパートリーがある。ありがとうございます。